田島麻衣子君。はい、立憲民主社民の田島麻衣子です。林岸両大臣、関係者の皆様、本日よろしくお願いいたします。そしてですね、磯崎内閣官房副長官をお招きしております。お忙しいところこちらありがとうございます。まず冒頭ですね、質問通告を出した後に入ってきたニュースとして、国民生活に重大な影響を与える時事問題の一環として取り上げさせていただきたいんですが、林大臣にお聞きします。昨日ですね、ラブロフ外相が侵略後初めて中国の方に行きまして、中ロ外相会談を行われました。西側、また日本が参加をする制裁というのは逆効果ではないか、このようなことも報道で出ておりますが、これについての受け止め、お答えいただけますでしょうか。林外務大臣。委員長、ラブロフ外相がこの中国というふうにおっしゃいましたでしょうか。はい、ウクライナとロシアの間の停戦協議の状況については、いろんな情報が出ておりますけれども、そうした中でですね、今、委員からお話があったように、中国の方に行かれているということを、我々も報道では承知しておりますが、まだこれについて何かを公式に申し上げるという状況にはなっておらないわけでございますが、いずれにしても今までの状況を考えますと、この動きは注視をしてまいらなければならないと受け止めております。田島麻衣子君。はい、アメリカが過去最多の安保の予算を計上する中でですね、非常に東アジアの状況というのは難しくなってきていると思うんですね。ぜひ林大臣にはリーダーシップを発揮していただいて、しっかりと采配いただきたいと思っております。次に通告している内容に移らせていただきたいと思います。1番目です。岸大臣に伺います。3月24日にですね、北朝鮮が大陸間弾道ミサイルを発射しました。我々もこの委員会をやっている最中でございました。3月24日、防衛大臣臨時記者会見で、このように岸大臣おっしゃってます。この今回発射されたものはですね、新型の、すなわち火星15、従来型のミサイルを大きく超える新型の ICBM 級弾道ミサイルであると考えられますと、このように防衛省衛東1階エントランスでおっしゃってます。その後ですね、韓国の報道でこのようなものがありました。米国と韓国の軍当局が、これは新型ではなくて旧来型であると、今回ですね、日本の EEZ 内に落下いたしました、この ICBM は新型であるのか、旧型であるのか、お答えいただけますでしょうか。岸防衛大臣。韓国の国防部が、北朝鮮が発射しました ICBM 級の弾道ミサイルについて、火星15であると評価し、国会に報告したとの報道は承知をしておるところでございます。防衛省として2017年11月の、火星15発射時を大きく超える高度で飛翔したことなどを含む諸情報をもとに、今回発射されましたミサイルは新型の ICBM 級の弾道ミサイルであると考えているところでありますが、発射された弾道ミサイルについては、米国等とも連携をしつつ、引き続き分析を進めてまいります。いずれにいたしましても、当該のミサイルはその飛翔軌道に基づいて、単純計算した場合に、1万5000キロを超える射程となります。今般の発射がこれまでの一連の発射とは、次元の異なる我が国だけではなくてですね、地域や国際社会の平和と安全に対する深刻な脅威であることに変わりはありません。防衛省としても、北朝鮮の軍事動向に基づいて、軍事動向について、引き続き米国等とも連携をしながら、情報収集、警戒監視に全力を挙げてまいります。田島麻衣子君。はい、日本の EEZ 内に落下したものが何であるかということを把握するのは、私は政府の責務であると思います。非常に重要な責任であると思いますが、これ、韓国は米国の軍当局とともにこれを発表
表したという結論付けたと報じてます。24日に飛ばされたのは、これ、火星15従来型のものであって、別の日に撮影した新型のものと写真をつなぎ合わせて公表したというふうに出てます。日本はこれは従来型ではなくて、新型であるという認識でよろしいですか。岸防衛大臣。はい、委員長。我が国としては先ほども申しましたとおり、新型の ICBM 級弾道ミサイルであると考えているところであります。田島麻衣子君。はい、米軍とそれから韓国当局とのこれ、情勢分析が分かれていますね。これ、きっちりとすり合わせをした方がいいと思いますが、いかがですか。岸防衛大臣。米国等とも連携をしながら、引き続き分析を進めているところでございます。田島麻衣子君。はい、後ろの質問で、防衛省のインテリジェンス機能についても伺いますが、ちょっとやっぱり今の答弁で、国民の皆さん、不安に思われるんじゃないでしょうか。今、本当に私も答弁を聞いていてですね、新型か従来型か、この区別さえも、米国や韓国との認識が分かれていると。でこれを日本政府は新型だと言い切ると、これは非常に私は憂慮すべき、情報収集、分析の能力の点から憂慮すべき点ではないかというふうに考えます。次にですね、磯崎内閣副官房長官にお答えいただきたいと思います。3月24日に北朝鮮弾道ミサイルが落下したときにですね、多数の船が周りにあったんです。少なくとも10隻前後の船舶が周辺の海域を航行していたと見られると。これは日本人の安全、それから生命を守る上でも非常に憂慮すべき点ではないかと、どうやったらまた類似の事件が起こった際にですね、我々の国民の安心安全を守っていけるのかという点について、観点から伺いたいと思うんです。今回、3月24日、北朝鮮が発射した ICBM から、国民の命と安全を守るために政府が取った対応ですね、自己評価、それから反省も含めて伺いたいと思います。磯崎内閣官房副長官。はい、お答えをさせていただきたいと思います。まず政府におきましては、この北朝鮮のミサイル発射事案に際しましては、その都度、必要な対応を行って、我が国の平和と安全の確保に万全を期しているところでございます。で今回のこの3月の24日の弾道ミサイルの発射事案に際しましては、政府としては直ちに、G7 に総理は出張の途上でございましたけれども、報告を行いまして、指示を受けるとともに、防衛省から発射情報を受けた内閣官房、あるいはその内閣官房からさらに情報を受けた関係省庁が、航空機や船舶等を含め、国民の安全の確保に必要な警報等を適切に発出するとともに、被害報告等の情報の有無について確認をしたところでございます。で今、委員の方から船舶等が多数出ておったという話がございましたけれども、今般の弾道ミサイルの発射につきましては、例えばその国交省からは航空機に対して、航空情報、ノータブの発出、あるいはその注意喚起を行うとともに、船舶、海運、航空事業者等に対して注意喚起を行っております。でまた海上保安庁からは、船舶に対して航行警報を発出をするとともに、海の安全情報を発出をしたところでございます。また水産庁からは、漁船等に対して、漁業安全情報を発出するなど、必要な情報等を発出をいたしております。で危機管理情報センターを、政府としては設置をしておりまして、北朝鮮情勢に関する官邸対策室、ここにおきまして、関係省庁間で情報集約をするとともに、当日は緊急参集チームを招集をいたしまして、対応について協議を行ったところでございます。またちょうど委員からもお話ございましたように、当日はこの委員会が開催をされていたということでございますので、国家安全保障会議を開催するにあたりまして、外務大臣、防衛大臣、ご出席に対して柔軟な対応を取っていただきましたこと、感謝を申し上げたいというふうに思います。ね、またこれらと並行いたしまして、米国等とも緊密に連携をしながら、必要な情報の収集、分析、また警戒監視に全力を挙げるとともに、北京の大使館ルートを通じて、北朝鮮に対して厳重に抗議をしたところでございます。で政府としては、安全確保の観点から、必要な情報提供を行うなど、今回の発射に対して、適切な初動対応を行ったものというふうに考えております。で引き続き北朝鮮の軍事動向につきましては、米国等とも緊密に連携を取りながら、必要な情報の収集、分析、および警戒監視に全力を挙げたいというふうに考えております。やはりこういった緊急事態につきましては、1分1秒争うということでございますので、
我が国の平和と安全の確保にこれからも万全を期してまいりたい、そのように考えております。田島舞子君。はい、漁業をやってらっしゃるね、漁師さんの声を聞いていただきたいんですが、もし漁場に出ていったら逃げられないと、こういうふうにおっしゃってるんですね。実際何が起こったか時系列で私見てみましたけれども、2月の2時33分頃ですね、3月24日2時33分頃に発射されたと。2時47分にはですね、漁協の方にパソコンで通知が行ったと。そこから皆さん漁協の方々電話してるんですね。で、本当にこれで大丈夫なんですか。電話して皆さん本当に取ってもらえるんですか。この対話で本当に大丈夫かどうか、漁業をやってる方々の安全確保という点からもう一回お答えいただけますか。磯崎内閣官房副長官。今答弁をさせていただきましたとおり、漁船の皆様方に対しては、水産庁から、漁業の安全情報を発出するなど、必要な警報等を発出したというふうに認識をいたしております。当然のことながら、漁船の皆様方の安全、非常に重要な観点でございますので、これからも漁船に対する必要な情報をタイムリーに発出できるように、やってまいりたいというふうに考えております。田島舞子君。はい、漁協の皆さんにはパソコンに対して通知を行ってらっしゃいますね。本当に海に出ていて、どれだけの船がパソコンを持ってるんでしょうか。これおかしくないですか。反省点になりませんか。磯崎内閣官房副長官。はい、そういった点につきましては、適切に情報が伝わっていたかどうかということも含めて、検証する必要があればした上でですね、適切な対応を取ってまいりたいというふうに考えております。田島舞子君。はい、これは適切に行ったっていうふうに言い切るのではなくて、しっかり検証するべきだと思いますよ。パソコンを積んでる漁船なんてそんなにたくさんあるわけじゃないんですから、なぜこの時に落下地点にですね、10隻前後の船舶が周辺をいたのか、航行していたのか、この点も含めてしっかりと検証して反省点を洗い出すべきだと思いますが、いかがですか。磯崎内閣官房副長官。はい、当然のことながら、こういった事態、これからも、ないことを期待するわけでございますけれども、あり得る話でございますので、普段の見直し、検討を行っていくことは当然というふうに考えております。田島舞子君。はい、我々立憲民主党は国民の命と安全、暮らし守るために、引き続きですね、この委員会を通じてしっかりと質疑させていただきたいと思います。磯崎内閣官房副長官におかれましては、これ以上の質問ございませんので、委員長の采配でご退席いただいて構いません。はい、磯崎副長官にはご退席いただいて結構です。田島舞子君。はい、先ほどのこの ICBM 弾道ミサイルが新型であるか、従来型であるか、これすらもですね、他国の分析と異なる情報を分析している防衛省について伺います。これ本当に情報収集分析機能というのは、国防のものすごく要だと思っております。こうした機能をさらに強化する必要性について、お感じになりませんでしょうか。教えてください。岸防衛大臣。防衛省におきましては、我が国最大の情報機関であります情報本部を中心に、平素から電波情報、画像情報、経過監視、公開情報などさまざまな情報を収集し、国際軍事情勢の分析を行っております。また、内閣情報調査室や外務省をはじめとする関係省庁と緊密に連携をし、適時適切に情報共有を行うとともに、同盟国である米国をはじめ、さまざまな有志国との情報交換を行っています。北朝鮮を含め、我が国周辺において、軍事力のさらなる強化や、軍事活動の活発化の傾向が顕著であります。情報機能は、の強化は喫緊の課題であります。防衛省においても、これまで情報本部の体制強化等に努めてきているところでありますが、今後とも情報機能の強化に不断に取り組み、我が国の平和と安全にの確保に万全を期してまいります。田島舞子君。はい、よろしくお願いします。私は今の冒頭の大臣の答弁を聞いていて非常に不安になりました。しっかりと情報収集分析よろしくお願いいたします。次にですね、質問通告7番に移らせていただきます。防衛大学のですね、卒業生任官拒否、過去2番目に多い72名となりました。他業種就職33人のほかにですね、その他30人があります。この家庭の事情、その他30人の方々の内訳を教えていただけますでしょうか。
岸防衛大臣。今回認可しなかったものの、今委員のおっしゃった30人の内訳でございますけれども、自衛官としての勤務に自信が持てないことによるものというものが15名、専門学校等への入学によるものが6名、家庭の事情によるものが4名、身体的な理由によるもの3名、結婚によるもの2名となっております。田島舞子君。はい、私はこの問題には2つの大きな点が論点があると思うんですね。1つは授業料、これ全部免額で、それから全寮制、これもみんな国民の税金から出されていますよね。これにもかかわらずですね、民間企業等への就職が33名もあったこと、これが1つの大きな問題だと思います。それからもう一つの大きな問題というのは、やはり自衛官としての勤務に自信が持てないことが15名もいらっしゃったということなんですね。こうした問題をどう改善していくか、大臣のご所見を教えていただきたいと思います。岸防衛大臣。はい、民間の辞退者の数が平成2年以来の多さとなった原因については、分析中でございますけれども、防衛省としてはこれまで、民間事態を制御するために、民間事態を抑制するために、学生に対しては、例えば、指導教官等による面談とか、カウンセラーによるカウンセリング、任官後の自衛隊としての職務についての丁寧な説明といった取り組みを行ってきているところでございます。自衛官となるべきものを養成する防衛大学校において、任官辞退者が多数出ることは極めて残念でございます。今後、分析の結果も踏まえて、防大生が誇りと使命感を持って、全員が揃って任官するように一層努めてまいります。田島舞子君。はい、本当によろしくお願いします。自信が持てないという学生たちがいるということを、本当に我々は真摯に受け止める必要があると思います。次です。ロシア軍を象徴する Z 表示、これの国内での扱いについて伺いたいと思います。昨日も担当省庁がないということで、押したり引いたりどこなのかといって、ずいぶん遅くまでやりましたけれども、結局、外務省が引き取っていただけたという理解でございます。国内ではですね、これ、Z というのを社名や商標にしている企業がある、これにも留意しなきゃいけないですし、また表現の自由、こうした問題も非常に難しい問題だと思うんですね。で、外務省に伺います、このウクライナを侵攻したロシア軍がシンボルマークとして使っている Z について、すでに公の場で表示することを非合法化している州がドイツ等では出てきております。国内ではこうした問題、どのように取り扱っていくお考えか、ご所見をお聞きしたいと思います。林外務大臣。ロシアによるウクライナ侵略は、力による一方的な現状変更の試みであり、国際秩序の根幹を揺るがす行為であります。明白な国際法違反であり、断じて許容できず、厳しく非難をいたします。こうした侵略を支持する行為、これも当然受け入れられないと考えております。今、田島委員からお話のありました Z の文字でございますが、日本国内において、いかなる意味を持つかは、今、委員からもお話がありましたけれども、その時々において、異なりうるということでございますので、この一概にその是非についてお答えするというのは困難でございますが、少なくともですね、ロシアの侵略を正当化するということを意図して、そうした文字を使うこと、これは私は好ましくないというふうに考えておるところでございます。政府としては今後ともさまざまな機会や手段を通じて、ロシアによるウクライナ侵略に関する我が国の立場、これを明確に発信してまいりたいと考えております。田島舞子君。はい、子どもたちもこのマークが何を意味するかということをやっぱり学ぶ機会があってもいいと思いますし、政府の発信力にすごく期待してまいります。次にですね、バンコク政府代表設置法案について伺いたいと思います。このですね、設置法案、政府代表を設置するということが大きな論点の一つになっていると思うんですね。でですね、3月29日のこの委員会でもですね、なぜこの政府代表を置かなければならないのかということに関して、これは国際博覧会上の条約上の義務であると、だからこそ任命する必要があるということを林大臣もご自身の口からおっしゃっております。この国際博覧会条約というのはですね、
大体100年ぐらい前にできた条約でして、1928年、パリで調印されてますね、第12条に代表を置かなければならない、任命しなければならないということが、小生国政府の責務として書かれております。外務省の参考人にお聞きします。このですね、国際博覧会条約第12条の代表の定義ですね、この代表というのは、他の大臣を兼務していても務められるものなのか、解釈の方を教えていただけますでしょうか。小野経済局長。お答え申し上げます。委員ご指摘の国際博覧会に関する条約第12条におきましては、政府代表は国際博覧会に関するすべての事項について、自国政府を代表すると規定しております。この条約に基づいて制定された2025年日本国際博覧会一般規則におきましては、政府代表の具体的な任務として、各国政府代表会議の招集、博覧会国際事務局代表団の受け入れ、博覧会に関するルールの履行の確保、紛争の仲裁などのほか、これらに伴う国内関係者との調整等が掲げられております。このように、実務的、技術的な業務を担う政府代表の任務は、国際博覧会推進副本部長として本部長たる内閣総理大臣を助ける国際博覧会担当大臣の任務と相互に関連しておりますが、それぞれ異なる立場から適切に役割を分担し、業務を行う必要があると考えておりまして、国際博覧会担当大臣とは別のものを任命する必要があると考えてございます。田島麻衣子君。はい、この、条約はですね、100年前に作られていますけれども、その当時というのは、万博担当大臣というのは存在していなかったと思うんですね。で、この条約の解釈として、この代表というのは、他大臣との兼任というのはできるのかできないのか、そこの点だけ端的に教えていただけますか。小野経済局長。日本におきましては、担当大臣はその都度、日本が国際博覧会を開催する場合に置いているというふうに承知をしております。先ほどもお答えいたしましたが、それぞれ異なる立場から適切に役割を分担し、業務を行う必要があると考えております。田島麻衣子君。はい、全く質問に答えていただいてないです。この条約の第12条の代表、これは他大臣を兼任している人間も、この職務に就くことができるのか、条約上の解釈をお願いします。小野経済局長。条約におきましては、その点については触れていないと思います。田島麻衣子君。はい、この条約上の文言からは一時的に明らかではないということをお答えでよろしいですか。小野経済局長。条約の解釈から、その点については明確ではないと考えます。田島麻衣子君。明確ではないとはどういう意味ですか。ちょっとおかしいんですよ。公開時について。委員長。小野経済局長。条約の代表というものを、担当大臣と政府代表がその兼務できるか否かについて、条約は明らかにはしていないということでございます。田島麻衣子君。はい、では、条約上、兼務しても大丈夫だ、よろしいということでよろしいですか。小野経済局長。条約がその兼務を妨げているということはないと考えます。田島麻衣子君。はい、兼務できるということなんですよね。ずいぶん時間使いましたけれども、今、そうですよ、本当にしっかり質問に答えていただきたいと思います。今、日本にはですね、国際博覧会担当大臣という方がおられます。これ、一応内閣官房のホームページ調べてまいりました。3月18日から21日、ドバイに出張されてますね。何をやったかというふうに言いますと、まだ万博に参加されてない、表明されてないウクライナ、シンガポール、南アフリカ等のパビリオンで会談を行って、参加表明に向けて働きかけを行ったというふうに出てるんですね。これ、私、本当に代表としての仕事じゃないかって、ものすごく思ったんです。いるじゃないですか、万博担当大臣。万博担当大臣、これ、しっかりと歳費もらってるんですよね、この分の担当大臣として。政府にお聞きしたいと思います。これですね、新たに任命される政府代表の任務、政府代表の待遇について伺いたいんですけれども、これまですでに内閣参与として働かれていますね。この参与という形で、今、どれだけの待遇を受けてらっしゃるのか教えていただけますか。小野経済局長。
現在、外務公務員法に基づき任命をされております政府代表兼外務省参与につきましては、外務公務員法に基づいて非常勤で任命をしております。この非常勤で勤務しております政府代表については、政府代表としての報酬は無給でございますが、非常勤の外務省参与として規定の日当を支給しております。田島麻衣子君。はい、質問にまた答えていただけてないです。以前に自民党の石原元幹事長が、これはですね、内閣官房参与として、1日当たり日当2万6400円の受け取りを辞退したということが報道に出てますけれども、外務参与というのは、日当というのは公表してないということですか。経済局長。外務省の参与の日当につきましては、無報酬から2万6400円未満までの金額の日当を支給しております。田島麻衣子君。これも税金から出されていると思うんですけれども、この方の待遇、給与というのは公開しないということでよろしいですか。経済局長。個人の具体的な報酬は個人情報でありますので、お答えを差し控えたいと思います。田島麻衣子君。はい、今回、この法案が可決されて政府代表になられた暁にはですね、これ、俸給月額117万5000円とあります、これだけですか、ほかに地域手当、また期末手当などの待遇というのはつきますでしょうか。小野経済局長。この政府代表につきましては、俸給月額のほか、地域手当、通勤手当、期末手当等が必要に応じて支給をされます。田島麻衣子君。はい、これも国民の税金から支給されているのでお答えいただきたいと思うんですが、法案、今、国会で審議しています。おいくらになりますか。小野経済局長。具体的に申し上げますと、俸給月額は117万5千円、地域手当は23万5千円、通勤手当は公共交通機関を利用する場合、これに応じた金額となります。期末手当につきましては、在職期間に応じて算定をされますが、満額が支給される場合には、先ほど申し上げた322万6843万円、先ほど申し上げたとおりございます、失礼いたしました、322万6843円となります。田島麻衣子君。はい、決して少なくない額が出されるわけですよね。この方は外務参与の地位というのは継続されますか。小野経済局長。ご質問の点につきましては、この業務を遂行するにあたりまして、やり取りを行うこととなる各国関係者のレベルに鑑み、外務職員の公の名称に関する省令に基づいて、大使の名称も併せて付与することが望ましいと考えております。政府代表に対して大使の名称を付与するためには、この臨時措置法に基づく特別職の国家公務員の身分とは別に、一般職の国家公務員である外務職員としての身分が必要であると定められているため、引き続き外務省参与として任命する必要があると考えております。田島麻衣子君。はい、では、今、われわれが教えていただいた待遇に加えてですね、外務参与としての日当も発生するということなんですよね。3月16日、衆議院側の外務委員会の議事録を見ました。我が党の岡田委員がですね、この担当大臣と政府代表、この役割分担についてお聞きになっているんですが、政府代表は対外的に自国政府を代表すると、また中小国を中心とする働きかけを行うと、この若宮大臣はもうすでに対外的に自国政府を代表して、中小国を中心とする働きかけを行ってますよね、ドバイで。これ本当に2人必要なんですか。税金の無駄遣いじゃないんですか。いかがですか。林外務大臣。この国際博覧会担当大臣でございますが、この国際博覧会推進副本部長といたしまして、博覧会の円滑な準備および運営に関して、本部長たる内閣総理大臣を助けて、政府の取り組みを総括をいたします。また、主要国を中心とする働きかけや、メディアを通じた重要な発信を行うほか、関連重要行事に出席をいたします。一方で、この政府代表でございますが、条約に基づきまして、博覧会に関するすべての事項につきまして、
対外的に自国政府を代表いたします。具体的には各国政府代表や博覧会国際事務局とのですね、会場展示物等に関する調整をはじめとする実務的、技術的な業務、これを担うわけでございます。両者の任務は相互に関連しておりますが、それぞれ異なる立場から適切に役割を分担して業務を行う必要があるということでございますので、国際博覧会担当大臣とは別のものをですね、任命する必要があるというふうに考えております。田島麻衣子君。はい、必要があるとおっしゃいました。本当にこれ、私、必要があるのかどうかというのは、非常にいい議論の議論になると思うんですね。条約上は兼任を必ずしも排除していません。兼任しててもいいんです。で、実際に若宮大臣が行っている活動を見させていただきますと、もうすでにいろんなドバイに出張してですね、各国の政府に参加表明、働きかけてるわけですね。政府代表等と会談を行ってるんですよ。これ、本当に政府代表の仕事じゃないですか。それをやってる方がもうすでにいらっしゃるのに、またさらに代表を任命して、それだけの国民の税金が使われていく、これは私は本当に本当に大丈夫なのかということを指摘させていただきたいと思います。私の質問は以上になります。よろしくありがとうございました。今のもいいです。答えいただきます。はい。はい。